くお願いします。自己紹介も何もし、もういいか。あ、じゃあ自己紹介から始めますか。はい、始めますか。お願いします。どうぞ。はい、どうぞ。じゃあトンチャの方から自己紹介していただいて。トンチャ、はい、ナナシンク所属カピバラ担当、泉のように湧き出るプリッチ、湯の原泉です。よろしくお願いします。はい、お願いします。23時所属、長尾圭と申します。デビュー年2020年でございます。よろしくお願いします。言うんだよ、大事。デビュー年の情報大事。デビュー年アピールが大事ですよね。おい先輩だぞって。いやいやいや、厚掛けね、大事。はいはいはい、厚掛け、初手厚掛け。じゃあどうぞ、シャーちゃん。あれなの、はい、あま、あ、なんだっけ、ソニーミュージック、なんだっけ、なんだっけ、おいおいおい、やめて、おい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 、緊張してるの、色が出ないな、今のは。さすがに緊張してるの、なんだっけ、やめて。よろしくお願いします。個人名のことですか？ソニーミュージックです。すいません、全然ご存じないと思うんですけど、ソニーミュージックっていう会社があって、名前も思い出せない会社に入ってました。ひっそりとやらせていただいております。よろしくお願いします。あの子、隙を見せたらやられるぞ、気をつけろ。ノリノリやね。やばいんだから。どうしよう、自分の箱の子がこんなこと予想で言ったら、震えるかもしれない。社長が言ってたからさ。社長でしょ？じゃあ社長どうぞ。あ、どうも、ネオポルテ運営兼所属でもあります渋谷春です。よろしくお願いします。お願いします。デビューは、デビューは2018っすね、僕は。やべえ。2018、5月ということで、まあまあまあ、ね、肩の力抜きたから、そんな緊張しなくていいから。あ、君たちの中で長尾くんが一番変だっけ。いい。え、なんて、いけいけ。いや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 、だる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 。やばい、スイちゃんの、スイちゃんの親番なのに。親が、なんとかしないと。赤ブーワン切って。え、で、何してるの、雨雲さんは普段は。何してる、普段は何してるの。会話下手くそ。何をしてる方なのかな。何をしてる方なのかなって。普段のどういう配信をされてるの。そうですね、普段は、まあ、麻雀と、うん、メインは、あの、歌でして。あ、なるほどなるほど、はいはい、V シンガー的な活動を。かっこいい、 V シンガー。歌枠とか、折り曲出したりとかして、はいはいはい、ひっそりと生きてます。はい、で、悪なんで、悪なんで、よろしくお願いします。不良、なんか悪です、悪らしいっす。え、じゃあなんか悪いエピソード一つちょうだい。もうやめてあげてね。あ、僕あるよ、あるあるよ。あ、悪いさっきね、箱の名前忘れてましたから、もうこれ、立派な悪いエピソードですよ、こんな。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、しよっかな。だいぶ悪で悪い、あれ。あ、そ、確かに。相当よ。そっか。はい、もうすでに出てた。悪ですね。悪ですね。ちょっとやっぱ、あんまり、属したりとか、あんまりみたいな。はいはい。属したりとか、あんまり。おい、オーディション落ちたやつに書かれるぞ、マジで。知らないからな、僕。あんまり、了解。えぐい。ちゃんとえぐい。いいな、面白いな。はいはい、合格しました、今面接。大丈夫かな。今通った。取ります。あ、よかった。でも社長からの質問されてないよ。うん、社長どうすかな。次が来る。次が来る。そりゃ社長面接あるでしょ。まだ来る。そりゃそうよ。お、シフォンらしいシフォンあるかな。興味ないってこと。いや、でも興味はやっぱあるふりしないといけないから。ふりやめてね。あー、間違えた。間違えた。うん。興味しかないけどね。そうですよね。ねえ。ナイスケイナガ、おう、ケイナガ、おう。そりゃもうね、社長勝たせないと、うちの。ナガは待ってろ。これがうちの相方よ。はい、で、あれは、誰と喋ってんだろうね。今のは誰。あれ、天子もさんどんぐらいマージャンやってらっしゃるんですか。どのぐらいかな、とか去年デビューしたんですけど、はい、そのデビュー待ってる時に、うん、このアカウント打ち始めてなんで、このアカウント、前のアカウントか。社長、いや、触れるな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 。なんか意味深な言い方するなって。触れるな、マージャンってめっちゃんと。そんな言い方別にしなくていいはずなのに。すごい匂わせてくるから。やめてください、触れてほしいんだな、みたいな。このアカウントとか社長整理
る。その言い方なのか、前のアカウント。いやいやいや、言い方や。リアルの麻雀も触ったことあったんで、ジャンタンは、なんかおばあちゃん家とかにあって、あの、牌が。ジャンタンおばあちゃん家。違う違う、あの、リアルの麻雀牌が、麻雀牌がおばあちゃん家にあって、触ったことがあって、すごいちゃんと、なんか、すごいちゃんと仲間を始めたのが、2年前くらいかなっていう感じで。最近は、大戦めっちゃやってます。へー、やめた方がいいっすよ、あれ。やめた方がいいです。与える情報が全てマイナスなん、どうにかならん。いやいや、あの、普通に理由が知りたかったら、僕のあの、名前のところ、アイコンクリックして、あの、団員戦の直近の履歴を見ると、なんでそんなこと言ってるかがわかるから大丈夫。後で、あの、高い任せてくださいよ。ナイスナイス、店員さんよ、いいよ。あれ、何でしたっけ、実力が勝負なんでしたっけ、何でしたっけ。あ、もう終わったと思ってんだ。受けね、あの、一応言っとくと、今トン3曲で、あの、この後トン4曲で何、1、2、3、4残ってて、そうなんだよ、連チャンも込みだとまだまだあるんだけど、あ、もう勝った気な、あ、ごめんなさい、あの、あ、でもマーシャンっていろんなローカルルールありますもんね。イズミさんのとこだったら終わりだったんだ。あ、そうそうそう、関西だと終わりだったかもしれない。だから、まだ続くから、あの、勝敗って決まってなくて、あ、まだ決まっそうですよね。そうか、ごめんね、ちょっとそっちの地方とかだったら決まってるかもしれないんだけど。多分出身は一緒ですよ。同郷ですよ。いやでもそのルールの麻雀俺たち知らないからさ。そう、知らない。そうね。うん、僕の故郷そんなルールで打ってないから。知らないんだ。あんま雀とかやったことないんだ。ルール違うんだよ、実は。半ちゃん、半ちゃん戦ってのがあって、一応これ半ちゃん戦って言うんですけど。めっちゃ威勢いい。止まらねえ。1個言ったら10個ぐらい書いてる。おかしいな、今リードしてるはずなのに。こんな書いてくる、こんな書いてくる。精神的な相手が悪い。相手が悪いは抽選会の時に思ってたもん。今俺もちょっと引いてる。悲鳴がね。すげえや。マジでこんなに人数いて一回も話してないことない人と当たるってマジって思ったもん。そうだよね。話したことないのにこれだからね。これ逆になんかいいかもしれない。これです。むずいよ。むずいよ。だんだんガチモードになって喋らなくなるのやめてもらっていいですか。たまに思うんだけど、マージャンコラボプールとして正しいのかってたまに思うんだよな。いや、楽しいスマイルカップ。楽しいよ、楽しい、楽しくないは楽しいんだけど、あの、普通に、あの、喋れなくないってマジでたまに思うんだよな。この前もさ、あの、やったじゃん、あの、長尾さんとさ、ゴモリさんとメイカちゃんとやってたけど、あのレベルですら普通に考えてると喋れなくなってくるんだよ、あんぐらいのふわふわなはずなのに。練習会でもそうだね。そう、リソース足んなくねってなる。ちょっと話しかけた方がいいってことか。そうか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 。ご趣味は、ご趣味は FPS ゲームをたしなんでおります。適当だ。趣味と実績兼ねてる。強いんだから。ちょっとまあたしなんでる程度なんですけど。今日のご飯は何ですか？今日のご飯は、はい、寝起き、おい、ナイス。今日のご飯は、カレーライスを食べようと思います。今日元気。今日元気食べるんですか？牛丼ですか？それとも寿司ですか？それともハンバーグですか？今真剣に話しかけないでもらっていいですか？え、なんで？今これコラボ配信中ですよ。何言ってるんですか？ちょっと待って、今話しかけないでもらっていいですか？おぼつかない。ちなみにご趣味の方は、SPS 以外で気になるな、確かに。お二人のご趣味は何なんですか？お二人のご趣味は何なんですか？歌って、2、1、歌はどういうジャンルが趣味なんですね。いや、気になる。歌のジャンルが気になるんですか。めちゃくちゃ掘り下げるやん。気になる。ロック。どうせ今日終わったら覚えてないの。この会話。何でも美味しい。何でも。ちょっと音楽に対する愛がないんじゃないですか。結構ジャンル。丸ごと愛してます。
しよう、どうしよう、どうしよう、やばい、どうしよう、やばい、でも勝ってる、どうしよう。ちなみに明日もう歌とか収録とかって大変じゃないですか。明日のスケジュールまで大変だよね。やばいやばいやばい、大変じゃないですか。スケジュールまで、どういうなんか感情込めて歌って歌ってるんですか。あ、気になる気になる、それ曲に言われるのかい。え、何の話、何の話。フォークに集中してくださいよ、やっぱ。え、何のために VC が繋がってると思ってるんですか。VC が VC が繋がって違う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 、けどいいよいいよ、かき乱してけ。いいよ。これが切れて、はいはい、オッケーオッケー、よしよしよし、はいはい、焦った。いい、高い、やばい、いい、おしゃべりポイントみたいなマイナスない、査定から振ってくれやられた。さっさっさっさ、いや、じゃあ一旦しゃべるのやめようか。ずるすぎる、最低。一旦ミュートにします。楽しかったね。いやいや、ダメダメ。何を逃げようとしてる。夜が来るということで皆さん。人狼やってない。人狼やってない。そんな。どっちかっていうとそっち二人が人狼。いやいや。ああ、そういう言いがかりつけんだ。え、なんかちょっと黒くない？全然僕ね、黒い。さっき僕長尾さんの後に白かったけどね。真っ黒な人が何を言うてるやん。まあ泉さん知ってたら、まあ小野さんもちょっと怪しくなってくるかなと思うんだけど。いやいやいや。泉さん逆にその。おたわむれを、はい。あなたのその白の根拠とかは何かあったりするんですか。ね、いやもう素直に実直に迷路快活に日々生きてるんで。そんなね、みんなね、あ、じゃあ僕らは素直に実直にあれだ、生きてないわけだ、生きてないように、僕らの生きてると思ってるんだ、その。さっきの長尾さんのしゃべくりを見てそう思うか、ほんまに。うわ、コラボ配信だからせっかくしゃべってくれてる人に対してこんなこと言っちゃうんだ。うわ、あんなに、あんなに脳みそもたくさん使うから、にぎさまのディスコードアップエブリワン。お得意、得意技来た。得意技。得意技アップエブリワン。得意技。任せよう、任せよう。すいませんでした。何でもします。やばい、どうなんだこれ。やばい。ちょっと困りますね。早く、早く、積もれ、積もれ、積もれ、来い。なあ、違う。ぽい。いいでしょ、お二人が出してくださっても全然。ぽい。ちょっと今集中してるんで。ロコハイリーがある。え、明日の今ちょっと麻雀に集中したくて。え、麻雀真面目にやってるんですよね、はいはいはい、俺たち。はい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 、はい、そうですね、大会ですよね。スマイル、そうですよね、はいはいはい、スマイルが大事。一回自分の配信5分巻き戻してくれ。ちょっと5分遅延してるから今見れるか。いけるいける。ちょっと麻雀、まあリーチ者の人は暇だからいけるかもしれないですけど、一応リーチ者以外ってこれ降りるかどうか判断難しくて。いやいやいや、そうですよね、そうなんですよね、難しいですよね、そうですよね。なんでこんな三品が。テンション最強だ、みんな。テンション三品。これは。おお。道を作ってる。よし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 。ついてこう。その開かれた道をただ後ろから吹いてってる。とことこ。ついてこいよ。こっち来いよ。チームだな、完全に。やっぱね、やっぱチームって大事。あ、こっちにもついてこ。あチームは使えるもんはやっぱ使った方がいいかな。あ、使えるもんはね、そうよね。チームのこと使えるもんか。うちのチームメイトのこと使えるもんとか、そんなこと言うの。しかも強いよ、先輩、ど先輩だと思うんだけどな。先輩の長尾健太って使えるもんですか。なんかリーチとか、え、ネオポルテさんでね、ちょっとね、あの教育され直してもいいんじゃないですか。うん、いやちょっとあんまり箱とかにも興味ないタイプらしくて。それ箱の名前すらも忘れてるぐらいなので、やっぱなんかデリカシーとかあった方がいいんですかね、やっぱり。デリカシーあった方がいい決まってんじゃん、何て。うん、あった方がいい、普通に。島田で2人が何て言われてるか知ってる。ね、いや、デリカシー、デリカシーが服着て歩いてるって言われてます。そうそう、デリカシー全部脱いでる。あー、危ないね。くそ、うーわ、何その手、怖すぎ、マジで。こっちのセリフ。
でもついさっき貼りました、ギリギリで。すごすぎる、うん、すいませんでした本当に。二度と切らないぞ。もうお行くぞ、上がって。行くぞ、ジェットストリームアタックだ。あれまずいよ。チーム慣れたと思ったのにやばい。どうしよう。まずい。天野さんチームメイトだと思ってるのもしかして。そんなにバカじゃないです。思ってないんだ。一応ナミチャとソモチャは今回は結構あんまり味方ではないかも。まあそう思ってもらえるのは僕らとしても非常に嬉しいんですけど、今日はその特典には応えられないと言いますか。よいしょ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 、アシストうまいね、うまいね、アシストうまいね、アシストがね、分岐用から浮き方上がってんね。あのまま端っこ端っこ、あーびっくりした。あー粛々と柴原さんが来そうで怖。僕は来るけどね。教えてくれた口座振り込んどくね。ね。ごめん。違うから。本当に違うって。本当に。あ、ごめん。あ、言わない方が良かった。ごめん。ナイス。あんまりアマコモン、長尾さんがアマコモさんから取ってくれたら神やね、普通に。ダメですよそんなの。アマコモさんから取りたいな俺。アマコモが長尾さんから取ればいい。やりますやります。いやでもそれ裏で繋がってる。あ、繋がってる。やめて、続いて。ナイスよ、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 ナイスよ。めっちゃそうなんだ。その人たち。あ、そっかそうだった。忘れてた。変えさせようとしてる。そうね。チーム名飲んやっぱ飲んだりに変えた方がいいんじゃないですか。なんか僕ら敵同士だけどなんかそういう批判の仕方良くないと思います。飲んでりとかさ、やばい、なんか余裕が出てる気持ちに。ね。なんかね、なんかもうちょっと言葉選んでほしい。やっぱ僕らも人間だからそういうこと言われると傷つくというか。他にね。いやいや、デリカシーを要求してるんだ。いっちゃん火力高いかも。なんか今すごいこと言ったね。びっくりしたもん。びっくりしすぎて言葉出ない。もう言葉が出ないよ。なんかデリカシーのない世界かなと思ってちょっと来たんだよ。急に要求されてびっくりしちゃった。よし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 やめてやめて、加減しないで。あ、アマコモさん今日なんか天気あれっすね。なんかそうやめて、ありがとうみたいな。確かになんか天気違います、違います。天気あれっすよね。もうしゃあねーよ。勝った方が勝つだ多分。大体自動ホラだ。もうあー、掴まないで、掴まないで、お願い。めくり合いだ。いや、めくり合い。ゲーム、お願いお願い。ちょっと待って、怖っ。それそれだ。いや、ない。いや、ガリー。マジかよ。